長穂駅は、兵庫県姫路市鹿間区山崎にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。ホーム12両編成対応の単式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線を持つ、地上駅になっている。直営駅であるが駅長は配置されておらず、姫路駅が当駅を管理している。移行か利用可能駅であり、自動改札機が設置されている。 駅舎は端式の1番ホーム側にあり、島式の2.3番ホームへは、古戦橋で連絡している。改札東側には、木造の古戦橋があって、長らく使用されていたが、改札西側にエレベーターを併設した古戦橋が2007年に新設されたため、現在は撤去されている。下り本線は1番乗り場、上り本線は3番乗り場であり、2番乗り場は、 上下線共用の対比線である。かつては、ホームのない上り方面の対比線が3番乗り場の北側に、貨物用側線が1番乗り場南側の下り折に存在したが、現存しない。兵庫県統計省によると、2019年度の1日平均乗車辞任は4623人で、ある。近年の1日平均乗車辞任は、以下の通りである。 2001年から2004年にかけて、南側の駅前ロータリーが整備された。駅北側は低い山が迫ってきているため、住宅は少ない。駅前ロータリーや駅前駐輪場前から、新規バスの路線が、姫路駅、JR 網星駅、製鉄記念広畑病院方面へ発着する。ありがとうございます。